舞さんは貞子を止めようとして逆に殺されたんだ。自分と同じ顔をした貞子に。お前を呪ってやる。お前はどうすることもできずに苦しみの中で死ぬんだ。高則、あなたは二度も高則を殺した。貞子、お前に本当の恐怖を味わわせる。先生、私怖い。俺のせいでお前までこんな目に。俺は貞子を許しません。お前は死ぬ。一番愛する者に殺されるんだ。お前が殺した。お前が高則を殺した。そんなかった。どうして。しっかり良くなりましたね。もう何も心配はいりませんよ。本当にありがとうございました。お世話になりました。私の力じゃありません。ご主人が辛抱強く見守ってくれたからです。お元気で。ありがとうございました。行こうか。山村貞子は消え去った。さまざまな事件や障害を乗り越え、俺たちに平穏な日々が訪れた。この資料さ、明日まで整理しといて。よろしく。こんなに。いいだろ、たまには俺のも手伝えよ。頼むね。グリーンタワービルで見つかったディスクはもう存在しない。新たに貞子が復活することももちろんありえない。失礼します。部長、今日の打ち合わせの資料です。これが2時の中山教授、こちらが4時の警視庁用です。4時の方はこちらから出向くのか。はい。では捜査法医学のファイルを用意してくれ。わかりました。3時のお車を正面の方に回しておきます。うん。小田先生、鑑定資料届きました。ありがとう。よし、じゃあ始めますか。はい。よし。あー疲れた。今日はここまで。ダメだよ、学校始まっちゃうんだから。これだけやっちゃわないと。数学終了。青葉さん、はいよ。三つ一つね。はい。私も。ダメだってこれやんなきゃ。お願い。俺たちは少しずつ失ったものから立ち直ろうとし始めた。1999年、七の月も過ぎ去ったというのに、人類が滅亡する気配は全くありません。ノストラダムスの予言は一体どうなってしまったのでしょうか。別の予言の解釈によりますと、恐怖の大王の正体はやはり貞子だったのか。あれから予言で世の中を騒がせることもなくなった。俺たちに今度こそ本当の幸せが帰ってきた。そしてノストラダムス研究家の第一人者河合徹さんは一体どこに消えてしまったのでしょうか。彼の最新の予言、死者が蘇ろうとしている、この意味は一体何だったのか。次の予言を与えよう。お前は間もなく死ぬ。今社会は彼の一言に注目しています。あなた意外と力ないよね。何やってんだバカ、俺にばっかり重たいもん持たして。当たり前じゃない。はいはい。あなた手紙来てるわよ。笠原さんって人か。笠原、うん、本当にいるんですよ、恐怖の大王。安藤さん、お会いしてぜひお話ししたいことがあります。拘置所に来てください。お待ちしております。
いや、なんでもない。そう、何手伝おうか。しかし誰もまだ気づいてすらいなかったのだ。本当の呪いの意味を。すみません、面会のものですが。すみません、どなたかいらっしゃいませんか。なぜだ、なぜ誰もいないんだ。笠原さん、やはり来てくださいましたね。どういうことです。なぜ誰もいないんですか。私はここである人間と会いました。名前を聞くとその人は自分は恐怖の大王だと名乗った。恐怖の大王。それからその人は私にこう言いました。笠原さん、こんなところは窮屈じゃないですか。あなたを自由にして差し上げましょう。そして今朝目を覚ました私は、あたりが妙に静かなのに気づいた。静かなのは当然でした。私以外みんな死んでいたんですから。私はすぐに分かりました。恐怖の大王が私のためにやってくださったのだと。嘘だと思うなら自分の目で確かめたらいかがですか。私はその人にあなたが来たらこう伝えるように言われたんです。これが始まりだ。
朝9時30分頃、ここ西東京拘置所で職員及び収監中の容疑者全員が死亡しているのを面会に訪れた男性が発見しました。これほど大量の人間がなぜ一夜のうちに死亡したのか、城南署ではその原因解明に向けて現在捜査を進めています。笠原は死ぬ直前、全員を殺したのは恐怖の大王だと言っていた。恐怖の大王か。ああ、笠原は拘置所で恐怖の大王に会ったそうだ。それは一体誰なんですか。聞き出す前に笠原は死んでしまった。ただ俺は死体の手を見たんだ。笠原の死体の手にも、それから倒れている他の死体の手にも、まるで老人のようにシワが寄っていた。高則や貞子と一緒だよ。信じられないことですが、死因は全員老衰でした。老衰。ええ、体の器官が急激に老化し死に至ったんです。特に呼吸器が最初におかしくなり、喉をかきむしるようにして死んでいったケースが多かったようです。あの、死亡推定時刻は？笠原教授以外は全員昨夜未明、おそらく午前2時から3時の間。拘置所の管理記録によると、最後の巡回は午前0時、その時は全く異常は確認されませんでした。とすると、その後わずか数時間に老化が進んだことになるな。高則君の時と同じ症状ですが、今回はあの時と比べてもはるかに老化のスピードが速いんです。これは山村貞子の呪い。いや、ちょっと待ってくれ。貞子は死んだはずだ。でも誰もはっきりとそれを確認したわけじゃないですよね。いや、でも老化の進み具合から考えて、山村貞子がまだ生きてるとは僕には考えられない。そうか、貞子が一番憎んでるのは先生や私のはず。もしどこかで生きてるとしたら、真っ先に私たちを狙うはずですよね。貞子以外に恐ろしい力を持った人間がいる。安藤さん、前に恐怖の大王の正体を知ってるようなこと言ってましたよね。山村貞子とかいう超能力者じゃないかって。その人どこにいるんですか。教えてもらえませんか。何ですか今さら。安藤さん、助けてください。え、恐怖の大王は私の命を狙ってるんです。あの拘置所の事件、あれもあいつの仕業なんでしょう。あなた何か知ってるんじゃないですか。ちょっと落ち着いてください。大丈夫ですか。いや、私は笠原に呼ばれてあそこに行っただけです。笠原に。ええ、確かに笠原はあそこで恐怖の大王と会ったと言ってました。でもそれが一体誰だったのか、私は聞くことができませんでした。笠原が恐怖の大王に会った。河合さん、
に面会に来た人間、その中に恐怖の大王がいるはずだ。なぜだ、笠原に会いに来た人間が一人もいない。どういうことだ。恐怖の大王は校長の中にいた人間なのか。安藤ですか。あ、相原。あの拘置所の事件、有力な容疑者が浮かび上がったんです。相原。拘置所に収監されていた容疑者の一人が脱走していたことが分かったんです。この男です。小山康夫、31歳、外科医、現在殺人罪で起訴中です。外科医。はい、大学病院に勤めていた極めて優秀な医師です。この男が拘置所の人間を一晩のうちに殺した。捜査本部はそう見てます。殺人罪で起訴されてるってこの男何をしたんだ。自分の患者たちを殺したんです。少しずつ何でもかけて、手術のたびに患者の体から臓器の一部を抜いていく。その時は何も起こらないんです。でも何年か経つうちに患者の体は少しずつ異常をきたし死んでいく。それを小山はまるで楽しむかのように観察し続けていたんです。大丈夫ですか。どうしました。どこが痛いですか。オペ室の方が。はい。なんてやつだ。裁判では小山の精神鑑定の結果が最大の争点となるはずでした。暗所恐怖症。はい、この男は極端に暗いところを恐れる精神的疾患を抱えていたらしいんです。暗い部屋に閉じ込められると激しいパニックに陥るらしくて、だから拘置所でもこの男の部屋だけは夜でも光光と明かりをつけたままにしていたらしいんです。おそらく子供の頃暗闇で何か怖い体験をして、それがトラウマになっていたんじゃないかと思います。自分の患者にこれほど残酷にできたのも何か心に傷を受けていたのかもしれません。こいつが全員を殺した。山村貞子じゃなかった。貞子よりもっと危険な存在かも。え？この男は拘置所の人間をたった一晩で全員殺したんです。何らかの細菌や毒物を使ったと思われますが、私たちはまだそれすらつかめていません。もし小山がまたそれをどっかで使おうとしていたら。私はその人にあなたが来たらこう伝えるように言われたんです。これが始まりだ。Thank you.
先日西東京拘置所で職員及び収監者全員が殺害された事件で、警察では脱走した収監者小山康夫を殺人の容疑で行方を追っています。しかし未だ小山容疑者の足取りはつかめておりません。怖いわね。小山容疑者は慶西中央大学を優秀な成績で卒業し、同大学の病院に外科医として勤務していましたが、いや、患者たちを殺害した容疑で起訴され、同拘置所に収監されていました。警視庁では小山容疑者がまだ近隣に潜んでいる可能性が高いとして、近くに住む住民に十分な注意を呼びかけています。いただき、東京拘置所前からお伝えしました。どうしたの？ねえ、みゆき、帰り一緒に帰ってくんないかな？どうして？あのね、帰る途中に変な建物があるの。誰も使ってないんだけど、幽霊が出るって噂があって。それはどうしたの？ちょっと怖くなっちゃってさ。組み子らしくないね。いつもならそんな話していたら自分から行こうって言い出すくせに。私ね、夕べ見たの。誰もいないはずの建物の窓に人影がチラチラ見えて、すごい怖かったんだから。本当だってば。まったく、まだみんな信じてくれないんだろう。やっぱり何かいるんだ。美味しいなこれ。うん、いい、俺見る。もしもし、安藤です。先生、久美子がまだ家に帰ってないみたいなんです。別れてからだいぶ時間が経つんですけど。なんだって。分かった、今から俺も探しに行く。どうだった？違うクラスの子たちにも聞いてみたんですけど。そうか、学校の方にもいなかった。先生、そっちはどうだった？どこ行ったんだ？そうだ、久美子さっき幽霊が出るっていう建物の話してたんです。うん、今は誰も使ってないのにそこに人影が見えたって。ひょっとしたら一人でそこに。どこだそれ？確か帰る途中の橋の横にあるって。先生、 あとは俺たちが探すから、お前たちは先に帰れ。でも。大丈夫だから、
先生、あそこじゃないですか。久美ちゃん、西島、西島、先生大丈夫か。怪我ない？誰がやったんだこんなこと。拘置所から脱走した男、まだ遠くまでは逃げていないはずだ。小山が捕まれば事件の真相は明らかになる。どうやって一度にたくさんの人間を殺したのかも。すぐに警察に連絡します。とにかく言ってよ。先生どうしたんですか。悪いが先に行ってくれ。ちょっと気になることがあるんだ。はい。気をつけてな。行こう。はい。暗所恐怖症。この男は極端に暗いところを恐れる精神的疾患を抱えていたらしいんです。暗い部屋に閉じ込められると激しいパニックに陥るらしくて。暗闇を極端に怖がった。夜、ここを通れるはずがない。小山は本当に外に逃げたのか。なぜあんな恐ろしいことを。恐怖の大王の正体はお前なのか。俺が恐怖の大王？何言ってる。恐怖の大王は俺じゃない。あの人だ。あの人？俺はただあの人に命じられたままやっただけだ。やらなきゃ俺が殺されてた。あの人
答えろ。誰だあの人って。誰がお前にあんなこと命じた。世界は破滅へ向かう。あの人の力によって。だだよ。赤いつけてくれよ。早く早く早く明かりつけてくれ。明かりつけてくれよ。早く。どうして、どうして全部あなたの言う通りやったのに。刑務所の囚人がプリズナー、ジェイラーはそれを見張る看守。看守、何を意味してるんだろう。あの拘置所の看守のことでしょうか。看守の誰かが恐怖の大王って言おうとしてんじゃん。いや、それは変だ。あの事件で拘置所の看守は全員殺されてしまってる。記録も残さずに笠原に会うことができたんだ。そうか、ひょっとしたら。小山も殺された。一度に死んだのか、原因が分かったそうです。先生。安藤さん、
死んだ小山の遺留品の中からこんなものが出てきました。これが死の原因でした。残っていた液体からウイルスが検出されたんです。署内に供給されている水道水を調べたところ、そこからも同じウイルスが検出されたんです。つまり小山はこの中のウイルスを水道の水に混入した。ウイルスって一体どんな？それが自然には存在しないものなんです。人為的に作られたウイルスなんです。人間に感染するとそのウイルスは自分の DNA を人間の細胞内にこっそりと侵入させるんです。その DNA には成長を急激に促進させる働きがありました。つまり高則や貞子が持っていたのと同じ。はい。そのウイルスに感染したことによって拘置所の人たちはあっという間に老化し死に至ったというわけです。これを作ったのはおそらく恐怖の大王を名乗る男。それが監修なのかもしれない。ただこのウイルスが人為的に作られたものだとすると一つだけ問題があるんです。これを作った人間がこのウイルスの持つ DNA をどこから手に入れたかということです。自然の生物には存在しません。山村貞子。ええ、考えられる可能性はそれしかありません。彼女の体の細胞からそれを採取した。じゃあこれを作った人物は貞子と会ってるってことですか？多分。待ってたよ、この電話。ついに分かったんだ、あんたの正体は。簡単なことさ。笠原は拘置所であんたに会ったと言っていた。面会記録には誰の名前も残っていなかった。そしてもう一つ、あの拘置所の事件のたった一人の生き残りの小山という男は謎の死を遂げた。あんたがやったんだろう。笠原と小山には一つだけ共通点があった。そしてあんたにたどり着いた。これからあんたに会いに行く。予言を忘れたか。私と会う時はお前が死ぬ。残念だったな。あんたは私を絶対に殺せない。お待ちしていました。私は大きな過ちを犯していました。本当の敵は貞子ではなかった。貞子はただ利用されていただけだった。貞子さえも操っている人物がどこかにいる。誰なんですかそれは？君たちはもうそれにたどり着いてるはずです。恐怖の大王、つまり監修。そう、監修。だが君たちはその言葉の本当の意味をまだ知らない。本当の意味？Yeah.
ですね。看守が誰かということ。陸田さん。今晩は予定を変更して特別番組をお送りいたします。失踪していたあのノストラダムス研究家河合徹さんが私たちの前に久しぶりに姿を現しました。河合さん、グリーンタワービルの事件、そして今回の西東京拘置所の事件は全て恐怖の大王によるものだということなんですが。はい、私はその確かな証拠をつかんでいます。これから皆さんを恐怖の大王のもとへお連れします。そこで全てが明らかになるはずです。河合さん、恐怖の大王とは一体誰なんですか？一体どこに向かわれるんですか？ついてくれば分かります。河合さんが今車に乗り込みました。私たちもすぐ後ろの車で追いたいと思います。一体どんな展開になるんでしょうか？今河合さんの銀色の乗用車が発進しました。中央テレビ本社を出て南へ向かって走り出しました。この番組の放送中に果たして恐怖の大王の正体は明らかになるのでしょうか？これならあいつも何もできまい。河合さんは一体どこに向かっているんでしょうか？そして恐怖の大王とは一体誰なんでしょうか？私たちの前に姿を現しました。今までずっと謎に包まれていた恐怖の大王に、なぜ私たちを会わそうという気に。河合さんが看守の正体を掴んだ。これまで河合さんが失踪していた理由とどんな関係があるのでしょうか？そして彼は一体何を掴んだというのでしょうか？待て、俺はお前を決して許さないぞ。